さあそれでは続きをやっていこうと思います。今回ね、まあこんな感じでさ、このボツボツボツがあるわけですよ。手書きがない、こうなってるんです。お、ここの大きいやつとかね、これちっちゃいのさ、これどうしようかと。これ見てもらうと分かるんですけど、いつもねこういうボディの面とかだと1枚落とすっていう作業をしてるんですけど、このリベットがあるとさ、ちょっと無理なんじゃないのかと。ね、1枚めくったら取れちゃうじゃんと。だけどこれがないとちょっといかんよなって。で、あのタイレルの場合、ここのリベットしかないんですよ、ボディの面でいうと。あと中にはあるんですけど、まあそちらの方っていうのは、まあちなみにちょっとお見せするとこんな感じなんですけど、まあこのままね塗装してしまうとちょっと脚立が倒れた、脚立、はい、こうねあるんですけど、これ1枚落とすっていうことしないんで、別にまあねこのままリベットが生きてくれるからいいんですけど、ボディの面はそうはいかんぞと。1枚落として、この見てよ、このさ、もう引けとかさ、いろいろあるの。だからこれこのままさやっちゃってもいいんだけど、やるとさベコベコの車なわけですよ。シャッとした感じのさ車にはではなくなってしまうので、このリベットをどうしようかということで、じゃあリベットを立てようというと、今ちょっとこう映ってるんですけど、今回これこんなものをゲットしました。ずっとねこのインセクトピンっていう、まあいわゆる虫ピンってやつなんですけど、ずっと気になってて、で何が気になるってさ、この3番っていうことは、これね3からどんどんカウントダウンしてって、なんか00まであるんですよね。いや分かんないよ、3って言ってあって、でコンマ5とか書いてあって、でコンマ5って言われてもまた分からんと思って、結局何が分からんかっていうと、インセクトピンのこのねコンマ5って言ったら、じゃあコンマ5で穴開ければいいんだなっていうのは分かるんだけど、この頭の大きさですよ、ここの頭の大きさ、これね、どんなもんかと思って、ここにこう刺してさ、この線が 0.5 っていうのが分かっとるわ。だから 0.5 のドリルではなければストンと入るわと、そこまではいいわというふうになると、今度この頭の大きさですね。だからとこれこね、3番のやつだったらどの大きさに適合するかな。ここのね2箇所はねでかいのよ、ちょっとここのボツボツボツに比べて、この2箇所は大きいから、ここのねこの中間のこの大きさには、このインセクトピンのこの3番の頭がちょうどいいんではないかというふうに思いまして、じゃあこれはこれでいこうということで、こちらを使って、あのこのリベットをね、1枚ね落とした時にリベットの跡が残ってしまうので、今のうちにね穴を開けておこうかしらということで用意しました。用意しましたじゃない、矢沢さんがくれたんですよ。あのね最近一緒にあの制作会でね、あの一緒にプラモ作ってる方なんですけど、あの視聴者さんでね、あの展示会に来てくださって、それからちょっとこういうのやってるんでってね、よろしければね一緒にねプラモ作りませんかみたいな感じでやってて、でインセクトピンの話してたら、あの私持ってますって、差し上げますって、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、結局ね今言ったように3番2番とか1番とか、まあ00とか000とかっていう風に言われても現物見ないとわからないっていうのでね、矢沢さんがねわざわざ持ってきてくださいまして、でついにちょっとタイレルが進めれるようになるぞと。じゃあどうしようどうしようと思って買えばいいじゃんっていう話なんだけど、そのねインセクト品のねそのサイズが分からなくて、しかも100本で1000円ぐらいなの大体。いや外したらさ困っちゃうじゃない。ちょっとこの頭だけこうやってピッとこう落とすと、これ白くなったでしょ、白くなった、で白くなったところをあんまりよろしくないんだけどね、このスパチュラのこの歯医者さんみたいなやつで、ここ真ん中を狙ってグッとこうセンターを揉んでおくっていうやつだね。そうするとこう穴がね印ができるわけだ、こういうふうにここにポツンとちっちゃいお話ですいませんね。でそうしたところにこう 0.5 のドリルでこう優しく開けていくわけだ。優しく開けてるんですけど、優しく開けてくださいね、あの力入れてグイグイ押し込んでいくと、あれなんですよ、あれなんですよね、ドリルが折れるし穴位置もずれてきたりするので、今のねセンターを揉む行為をしておくとですね位置がずれにくくなるので、で直角にね垂直にね入っていくように
でドリルっていうのは1周回すのに削れる量っていうのが決まっておりますので、いくら力入れてグリ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 回しても結局変わらないのでね、こうやって開けていく、うわ日が暮れる、完成するのに何年かかるかっていうふうになっちゃうね。やべ全然削れないんですけど、これちょっとリューターみたいなのでつけてやった方がいいかもしんねえな。リューターもね持ってるんですよ一応ね、いただいて、だからそれ使ってやるかな、その方が早そうだな。だけどなんかリューターでやると難しそうなんだよね逆に。ていうか全然開かないんですけど、なんでそんなに深いか、このドリルが切れないのか、目が詰まってるのか。本当は小細いドリルって高速回転では穴開けるんだよね、それが全然できてない。でまあね、あのゆっくりゆっくりやっていきましょう。てか全然開かないんですけど、なんで削れてるには削れてるんだよ。あっ手に刺さった。という風にならないように皆さん気をつけましょうね。でこうね穴開きました。 0.5 見てほら指にも穴が開きそうでした。で 0.5 で開けたら今度はちょっとね本当は一気にやるんだけど、そっからねちょっと大きいドリルで少し穴を拡張したけど、まあ1ミリぐらいのドリルでいいと思うんだけど、1ミリぐらいのドリルを使って今度はね面を取ってあげるような感じにするといいんですね。要は角を落としてあげないと、インセクトピンの線の頭の部分っていうのが丸くなってる、まあほぼ丸くなってるので、ちょっとね面を取ってあげて、その少しね頭が沈むような状態にしてあげるといいんですよね。ちょっとこうね軽く軽く軽くだよ、全然力入れてない、あ入ってちゃう、やっべ入れすぎたかもしんない、こんな感じこんな感じ、ちょっとこう面を少し汚ねえな、なんかまあだけど今から1枚落とすからねいいんだよ。でそっからこのインセクトピンを刺してやる、刺さらない。 0.7 の方が良かったかな、あ入った入った、手に刺さるから気をつけないといけないな本当ね。ほら見てこういう感じで、あのこれはねまだインセクトピンを刺す前に1枚落としておいて、それからこれをストーンとこうねちょうどいい ところでこうねチョキンって切ってこう上げると、こういう感じになって、これがズダダダダダッと開くよと。だから今やった感じの 0.3 はこことここに使えるから、もう一個おサイズの大きいやつを買って、でもっとちっちゃいサイズのやつをここに刺していくと、まあなかなかね泣ける話だとは思うんですけど、やった方がいいんじゃないかなと思います。だけどね言ってたあのプラモデルの大先輩の人がね、リベットたまたまねその時にその制作会に来てくださって、で話聞いてて、今タイレルのこれやることになったんですけど、せでこのリベットの部分が気になるんですよって、その時にインセクトピン使うんだよねとか言って言って教えてくれて、おなるほどインセクトピンとは何ぞやとか思ったけど、まあいわゆる虫ピンだよっていう話をしてて、であんなんねリベットがたくさんあるから割愛してやった方がいいよっていう話を聞いて、要はバカ正直に全部開けるんじゃなくてちょっとこうね分割してやっていくのも手だっていうのを話を聞いて、ポイントとなる部分だけを、やると手間が省けて、それでいてしかも様になるように出来上がるから、全部のリベットをやる必要はないよっていうことをね教えてもらったんだ。だからこれを見る感じだと、ここは中くらいの大きさ、ここは大きいやつっていうのを、ここをまず2ポイントはやった方がいいな、2ポイント分はやった方がいいなっていうのはあるんですけど、この辺は1個飛ばしにしてもいいんではないかという気もするんですよね。それだけでもリベット打ってやるっていう感じがするので、そういうねやり方もありだよっていうことを教えてもらった。まあ、ちなみにねそのね大先輩っていう方はね、ちゃんとあの本当のモデラーさんで、モデラーさんじゃないプロモデラーで、雑誌とかにもねいろいろライターのね
お仕事もやられている方なのでね、まあ、そういう方に言われちゃうとね、やっぱりちょっとそれは参考にさせてもらいたいなっていう感じになるのでね、まあそんな感じでねやっていこうかなと思います。ということでとりあえず一言橋でやって具合を見て、特にここの部分はダーッとこう並んでるんでいいんですけど、例えばここの辺のね数の少ないところはまあ全部やった方がいいんじゃないかな、ここのたくさん並んでる部分は一言橋にやってもいいんじゃないかなと思うんですけど、結局一言橋っていう風になると偶数奇数っていうところでいろいろね変わってくると思うんですよ。ここだったらさ、ここ開けます、開けない、開けます、開けない、開けます、開けない、お、ここで開けないとここだけ抜けちゃうじゃんっていう、そういうちょっとね悪いバランスも出てきたりするんで、ここはちょっと考えもんですよね。ここの4つの部分は全部開けてもいいかなと、ここの部分は全部開けてもいいよなとかさ、そういうところ難しいね。どう割愛するか、やっぱりこのターンじゃない、こうねカーブの部分っていうのはやっぱりここはやるべきだろうし、ここのねだからこうケツのポイントのところはやってって、あとは最悪の場合なんだろう、均等にうまく開けるようにしていくのも手なんじゃないかなつって思う。難しいけどね、ここのこことここはやります、で真ん中2つやりますだとバランスが悪いから、こここの辺この辺この辺みたいな、うまく割ってやるところを減らしていくようにしていくといいんじゃないかな。開ける開けない、開ける開けない、開ける、ここはいいわな。バランス取るの難しい、これもセンスなんだよね。鍋さんセンスないじゃないですか、困るわ。ここの辺は特にこういう風に横とこう並んでるから、これは全部やった方がいい、これも全部やった、まあ全部やった方がいいのかな、悩むわ。あんまり不慣れな人間がそういうなんか高度なことをやるんだったら全部やった方がいいのかなってもう思うな。まあ今ちょっと言ったようにですね、私のように自信がない場合は面倒くさくても全部開けた方がいいかなと思います。そういうねちょっとこうデザイン的にこういうふうに割り振っていったらいいんじゃないかなっていうふうに思えるようなこうねセンスのある方でしたら、全部開ける必要はなくうまくバランスをとって穴を開けていってもいいんじゃないかなと思います。ということでね、ちょっと今回ねドリルでね手を刺すところの動画でございました。まあ何かしらのね参考になればねいいかなと思います。インセクトピンはとりあえずこういう感じです。インセクトピンってやつですよ。まあね密林とかでね売ってるのでこんなやつです。3ミリ、とりあえず3ミリっていうのはここの大きさが 0.5、 3番っていうやつはちゃんとねお見せした方がいいね。やっぱり自分が気になったように皆さんも気になると思うんですよね、この頭の大きさね。そう、頭の大きさがね乗ってなかったんでね 0.5 ぴったしだね、すごいね。で頭の大きさが根元は 0.5、 頭が 0.77 ですね。まあちょっとこんな乃木数程度の話なんで 0.8 として見た方がいいんじゃないかな。まあ、100分台でね何か変わるかっていうのはね、そんな正確にドリルで穴開けてるわけじゃないので、まあコンマ台で狙うことはまあ頑張ればなんとかなるかなと思うので、プラスチックに手で、ね、目で狙ってるのでそんな感じでございます。ちなみになんですけど、ここの頭の大きさなんですけど、このまあ角の部分から見ていくと 0.8 なので、まあ多分コンマじゃあ1ミリぐらいはあるんじゃないかなって、1ミリの玉ぐらいな感じになって、斜めに測れば出るか、斜めに測ってもまあコンマ8ぐらいなのかな、だからコンマ8の9がついてるような感じかな。でここのね長さっていうのが41、全長が41ぐらいだいたいになっております。で先端がね非常にこうとんがっておりますのでね、気をつけてください。どうでしょう、参考になりましたか。インセクトピン、私のようにね使ったことない人っていうのいらっしゃる方多いんではないかなと思います。結構昔のレーシングカーなんかでいうとこういうねリベットとかね結構ありますので、こういうの使われるといいんじゃないかなと思います。特に今だとねリバティウォークとかのオーバーフェンダーの部分のリベットの部分とか、こういうのでまた再現すると非常にね再現度が高いものになっていいんじゃないかなと思うので、こちら購入されてもね損はないんじゃないかなと思うんですけどね。
1回買うととりあえず100本入ってるらしいので、1回買うと非常に長く持つと思いますが、見ての通りこういうレーシングカーを作るとなりますとリベットの数が多いので、まあすぐになくなっちゃうんじゃないかなと思います。じゃん。ということで、別にねインセクトピン屋さんのね回しもんってわけじゃないんですけど、別に宣伝してくれって言われてるわけじゃないですけど、まあ、ちょっと便利なものがあったので紹介させてもらいました。まあもちろんですけれど、インセクトピンを買うだけではなく、そのねドリルで穴を開けないといけなくなってくるので、それなりのねこういう細いドリルっていうのも用意しないといけなくなってきますので、注意してもらった方がいいかなと思います。ということで今回はねリベットに挑戦のところでございました。今ちょっと閉まっちゃったけどさ、これサムネの用意してなかった。ここからサムネの撮影に入ります。サムネ、サムネこうやってやって、まあ、こうやってやってこうやってやって、ここにも刺してたからこうやってイメージこんな感じになりますよという動画じゃないサムネね。名前かっこいいよね、インセクトピン。全然意味分かってないけど、ここということでね、矢沢さんありがとうございました。ということでね、また何かありましたらね紹介ねしていこうかなと思いますのでね、見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。